おはこんこんもこです。ペルソナ5ザ・ロイヤル続きやっていきます。じゃあちょっと待って、放課後体ほぐす。コープの相手と時間を過ごす。限られた時間を誰とどのように過ごすか選択しながらパレス攻略を進めましょう。付き合う。期待してる。おいおい。リュウジと郊外を走って回った。なんでこんなクールなん？鴨志田が来る前、うちで一番実績あんのは陸上部だったんだ。裏で手回して前の顧問辞めさせて、てめえが臨時顧問について部は変わっちまった。くそ。最初から陸上部潰すつもりだったんだ。すっげえきついノルマ課されて、できなきゃ罵声に正座にうさぎ飛び、理不尽な仕事が延々続いてよ。中でも俺は目つけられてた。ちょっとでもタイムが落ちるとクズ呼ばわり、しまいに親のことまで持ち出してよ。うち母親しかいねえんだ。父親は酒飲んでは俺とおふくろボコボコに殴るやつだった。どっから調べたんだか、そういうことはみんなの前で。まあとにかく俺は切れて鴨志田殴ってよ。待ってたみたいに暴力事件なんて騒ぎやがって、廃部に持って行きやがった。おかげで俺は部の連中から裏切り者扱い。後悔してるのか。してるっちゃしてる。してねえといえばしてねえ。リュウジとの関係がより深まるのを感じた。ヤンキートーク。敵との会話交渉が決裂した時に、敵の性格が陽気であれば交渉をやり直せる。よし。戦車コープのランクが2に上がった。あー、ペルソナの合体しとかな。よっしゃ。じゃあな。足は大丈夫か？勉強しようかな。どうしよう。勉強しろって言われたしな。勉強しよう。あ、そっか。ルブランのお客と話す。ルブランのお客は何度か話しかけていると、そのうち帰っていきます。分かった。じゃあ
ダメだ、帰ろ。上がろっか。なあ、部屋を片付けようぜ。片付ける。片付いた。枯れないようにちゃんと世話してやろうぜ。よし。そこの本棚も大変なことになってるし。わ、めっちゃすっきり。ヨンチャ道草4月号。長いるんか。さてと。お。今日は座れたな。しかも読み終わってない本持ってるじゃねえか。ちょうどいいや。着くまで読んでない本片付けちゃどうだ。本を読む、読書をすると時間が経過しますが、本を読み終わると。様々な効果が得られます。あ、読み読んちゃにしよう。あなたの知らない四軒茶屋を紹介。スーパーの横のバッティングセンターに路地裏の銭湯か。まさに穴場って感じだよな。こんだけ揃ってれば四丁暮らしは意外と悪くないんじゃないか。四軒茶屋の銭湯にショートカットできるようになりました。四軒茶屋のバッティングセンターにショートカットできるようになりました。駅に置いてある情報誌割と使えるよ。渋谷の地下にあったっけ。そっか、帰りに見てみようかな。でも働いたら負けな気もするし。軍資金が欲しいな。武器と薬が調達できるようになっても軍資金がないと何も買えねえだろ。稼げばいい。パレスで手に入れたものを売れば軍資金の足しになるかもしれないが、アンドノの言う通りバイトするのが手っ取り早いかもな。渋谷の駅地下にアルバイト情報誌があるんだろ。ちょっと見に行ってみるか。ってことで、渋谷まで行けんの？行かれへんのか。じゃあ路線図マップ見た時、駅名の上にカードのマークが出ている場合があります。これはその町のどこかにコープの相手がいることを表しています。四角ボタンを押すと詳細な町情報を確認でき、町にいるコープの相手の名前が表示されます。誘いがない場合も時折確認してみましょう。ここに行く。地下通路。あれか。どこや。あ、これか。これっぽくない。これや。
アルバイトをすると時間が経過しますが、お金を稼ぐことができるだけでなく、魅力とか優しさなどを磨くことができます。コンビニ時給日給3500円、花や人を思う優しさが学べます。器用に働くコツが学べます。そらこれやろな。俺のベコ。応募する。あかんの？これはできへん。これにしよっか。よし。アルバイトの日を確認する。アルバイトがある日かどうか、三角メニューボタンのメニューのカレンダーで。忘れそう。で、コンビニどっかにあったよな。ここや。ここ。なあ。コンビニでアルバイトをすると時間が経過しますが、お給料が得られるだけでなく、魅力を磨くこともできます。どうする？バイトするよ。いただこう。もしかして。はじめまして。はい。頑張ってくれた日にはその成果をお給料に反映させます。お願いします。毎月7のつく日はポイント増量フェアがあるからね。よろしくね。なんとなく。あのね、バーコードの位置を覚えておくこと。これだけで接客がスムーズになるんだよ。うちのブランド牛乳カウミルクはわかる？毎月7のつく日はお客さんが普段より多く来店します。通常より多く魅力が磨かれます。帰るとするか。もうもらえるんや今日。今は余計なことを考えるな。鴨志田を改心させることだけに集中しろ。何？話してくれんのか？総次郎と関係を深められるいい機会かもしれない。
学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。それ、起こしってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。ただでさえめんどくせえんだから。めっちゃめんどくさいよ。せんなよ。いいか、社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえようにこっちで目をつぶしてやってんだよ。なるほどね。どうした？ああ、もう出るよ。誰の、いつも喋ってる人。分かってるって、いつものやつだろ。それじゃ後でな。ああ、見ての通りだよ。仕事にプライベートに大忙しってやつだ。お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。ここでバイトしたらいいんちゃうの？おのせるじゃないの。ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな、コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。へえ、お金欲しい。まあでもコーヒーの入れ方学びたいから。よし、それじゃあ取引成立ってやつだな。怪盗団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら、あの喫茶店のマスター、協力者だったんじゃないの？全然関係ない。ちぎりは我。鳳凰属性のペルソナを合体で生み出す際にアルカナバーストで経験値を得られるようになった。ちょっと意味が分かんねえな。手伝頼んだぜ。そろそろ行かんとな、パレスに。すごいな。めっちゃ寄るとこいろいろあるな。朝からこんなこと言うのもあれだけど、今のペースで大丈夫かな。今日パレス行かない？後悔だけはしたくないの。今日行くわ。今日行く行く。なんか買っていいかな。あ、どないしよう。なんかあんまり用意してへんな。うわ、どうしよう。うわ、何も用意してない。どうしよう。あかんかも。では作戦会議を始めようか。会議終了っと。どうしようかな。行くか。一回行ってみるか。人暴れするとしますか。いや、なんかあんまり揃ってない。あ、ペルソナの合体だけしていこう。よし、行くぜ。本日の仕事開始だ。やるか。ここでセーブを4にしとくかな。
ちょっと待っててね、ここで。何かご用ですか？聞け囚人。構成プログラムの一環としてチャレンジバトルを開催するぞ。結果次第では報酬も与えてやる。泣いて喜べ囚人。このバトルではあなたの中にある認知の仲間と共に戦うことを認めます。これを乗り越えられればあなたの構成は飛躍的に進むでしょう。このプログラムのために特別な舞台も用意してやった。何？あなたの日頃の構成の成果存分に発揮してください。では望みがあるなら聞きましょう。え、どういうこと？望みはあのペルソナを合体する。ペルベッドルームで監視に話しかけるとチャレンジバトルに挑戦できるようになりました。チャレンジバトルは現在のパーティーで出現する敵とバトルを行い、敵にダメージを与えて得られるスコアでハイスコアを目指すモードです。バトルに勝利すれば報酬がもらえる。あ、これいいな。じゃあ監視に話しかけようか。なんだ、特別な戦いを。バトルの基本である弱点への攻撃、補助、バトンタッチを駆使して戦う入門モード。これでは それぞれ獲得1回のみ。ホールドアップからの交渉とか総攻撃はできませんが、特定の条件を満たすことでスコアボーナスが加算されます。挑戦する。はい。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。一人でやんの？あ、みんなでやんの？あー、よかった。結構強えな。めっちゃ強いねんけど。めっちゃ強いねんけど。やばい。あ、これいいね。これいいね。まだ入門編やからな。あかん。よっしゃ。まあ入門編やからな。もう、え、まだまだ？ちょっと待って、ちょっと待って。え、そんなにやんの？こっちが逃げるまでやろうってことかな。あ、やばい。あかん。あー、やばーい。これはどうな、これにし、え、弱点って書いてあるのに。
これで。次これは。あー最悪。ちょっと待って。最悪これはやばい。これはやばい。よし。ちょっと待ってよ。あかんわ。あ、寝た。ちょっと待って、これはあかん。これはでもテクニカルでいかなあかん。いやーどうしようかな。この状況は見事な判断だぞ。ここでペルソナだ。自分の実力が怖いな。引導を渡す。かん。覚悟しろよ。ちょっと強いこれ。甘い甘い。クラウド人間。ペルソナ。よし、これでもうこれをやっていく。あー最悪。あー最悪、これはあかんね、効かへん。アギ使うか。え？こっちめっちゃ強い。奪え。取れ我が半身。どうだ我が半身から。もう一回やな。弱点にヒット。我ながら大丈夫。もういいよ。あ、終わった。これで入門編なん。これで入門編。マジか。随分と余裕が終わり。構成の時間だ。刑を執行するのですね。合体です。どうしようかな。まあ、とりあえず何かと。ちゃうわ、ちゃう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 。このアガシオン、アガシオンと赤ってアフかな。これがよく分かれへん。違うわ、イゴール2体目のペルソナをえから未登録。とりあえずどれでもいいのかな。可もなく不可もなくといったところですか。これの攻撃が、ん？これの攻撃が何になるの？
このこれの弱点やんな。これで良いのか。これも同じやん。あれ？あ、これか。これがいいんじゃない。物理属性か。これが炎属性。これにしよう。これ。可もなく不可もなくといったところですか。え、これと、あ、あ、そういう意味か。ちょっと待って。過度な力は破滅を招きますよ。じゃあこれはやめた方がいい。貴様では扱いきれない。あ、できないのか。これで良いのか。分かれへん。ちょっともう一回戻って。これで良いのか。うん、これでいいわ。あ、そうなん。どういう意味。あー、こっからがちょっと私分からん。これで良いのか。これはいけんの。氷属性か。うん、じゃあこれ氷の作っとこう。引き継ぐ技能を選びなさい。あ、もう一個？高確率で睡眠状態にする。3ターンの間味方1体の攻撃力が上昇する。どうしよう。ちょっと待って。新たな力を授かることはないだろう。新たな力を授かることはないだろう。どういうこと。強力な力を持っているな。え、これがエンちゃん。これにしよう。銃撃、銃属性。これが良さそう。すぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれ。じゃあこれにしよう。はい、これはこれは。オバリオン。オバリオンはじゃあ置いとかなあかん。オバリオンは置いとく。これ置いとく。で、このマンドレイクと、これいまいちやもんな。これで良いのか。これええんちゃん。これにしよう。引き継ぐ技能を選びなさい。氷属性のこれ。さて、どれほどの力を授かるかな。いいや。なるほど。魔術師コープの力。睡眠属、睡眠耐性。これいいんじゃん。いいね。氷属性があるし。よし。
あと足すこれとこれ。これで良いのか。いやもういいわ、こういうとこ帰ろ。いや終わりですか。はい。なんだ、せいぜいあがけよ。書くか。じゃあ一旦ここで切ります。続きまたやっていくので、よかったらまたご視聴ください。ありがとうございます。バイバイ。